静岡県西村正幸くんの作品。この企画はトイレが突然動き出したらというもの。この西村くんの作品を実現させるため、静岡県伊東市にある伊豆グランパル公園に撮影協力を要請。ここに訪ねるカップルや親子を狙う。そこで必ず人々が通る入園口脇に特製簡易トイレを設置。この特製トイレのポイントはこの鍵。ひとたびこの鍵をかけるとスイッチが入り、10秒からカウントダウンを開始。そしてカウンターがゼロになった瞬間、であることを知らず用を足しに来た人々のリアクションをキャッチする。いよいよ作戦開始。早速子供連れの人妻二人組がやってきた。だが入らない。そしてこの二人も入ってくれない。次にカップル、トイレの方に男が寄っていく。入ってくれるのか。何も知らず鍵をかける男、カウントダウン開始。ベンチに座り彼氏が出てくるのを待つ彼女、パンツを下ろししゃがんだ。まずは成功。続いてやってきたのは中年男性、何やら躊躇しているが入った。そして慎重にドアの鍵をかける。カウントダウンを開始。お尻を出すがすぐさまズボンを上げ始める男性。しかしこの時彼の目に映ったもの、それはおばさん3人組。彼は身動き一つせず足つつ通り過ぎるのを待っていた。ついに3人組の男女、小走りにトイレに向かう男性。入ったと、ここで帽子の女性もリュックを下ろしトイレに向かった。入ってしまうのか。ドアを開けた。なんと髪をもらいに戻ってしまった。その時、お尻登場。お尻を見て笑い転げる女性、お尻を出しておどおどする男性。どないなってんのこれ。そしてお尻退場。続いて我々は地方の景色が一望できる大室山に移動。山頂までリフトを使ってトイレを運搬。果たして観光客はこのトイレに入ってくれるのか。作戦開始。やってきた一人の男性、まんまとトイレに入った。手間取りながらも鍵をかけ、カウントダウンスタート。ズボンとパンツを一緒に下げしゃがみ込むと、その時、今度は二人組の男性、談笑を交わしながら何も知らずに二人ともトイレに。カウントダウン開始。大パノラマに下半身を晒した二人はなぜか笑い続ける。そして、さらに我々は伊東で一番美しい人工浜、伊東オレンジビーチでグレードアップした特製簡易トイレを監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入り、鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、何も知らず男がトイレに入り、
鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、なんと床が水上スキーになるトイレなのだ。まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始と、その時彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。とっさに排水管パイプに捕まり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー。波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女は上手に乗ってると思いきや転覆。続いてトイレを目指して走ってきた男、慌ててトイレに駆け込みカウントダウン開始。これはまずいだ。かなり急いでいるのか一気にパンツを下ろす。そしてほっと一息。大転倒。ご迷惑をおかけした皆さん、本当にごめんなさい。いいですよ。引っかかった人はね、みんな喜んでらっしゃいますもん。あのなんか頭からゴーンって打った人よーみたいな、ちゃんと受け身してましたからね。バーンバーンって言っても大丈夫、安全ですね。今回このトイレの制作費がですね、500万円ほどかかりました。一番ノールで。そうですね。あのぜひこの